でも酒飲んだらさ配信やばくない俺ら。いや、やばいやばいやばい。てか俺しか飲まないじゃんこのメンツだと。あ、抜きさん飲まないですか。抜きさん飲まないです。俺一滴も飲めないですよ。あ、俺もなんですよ。え、そうなんだ。俺も一滴も飲めない。だからコーラなんですよねうちら。そう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 。で、ケイスクさんも飲めないもんね。俺も飲めない。でもこの前結構頑張って飲んでたわケイスクさん。あ、でもじゃあ3対1だったら止めれますよ。でも止めれる。でもコクって酔っ払ってもなんか変悪酔いしないイメージだけど、ね、悪酔いしないんだけどやっぱりねガードが緩くなって、ね、お口のチャックは緩くなりますよ、ね、そうです、うん、多分そうなるから。でもなんか優しくなるだけって感じで別になんか変な風になるイメージないんだよ。あ、だからその騒いだり怒ったりとかうるさくなって攻撃的になってることはないね。ちょっとなんかおっとりするよね。おっとりっていうか、うん、なんかでもなんかちょっと可愛くなりますよね。うん、可愛くなるイメージ。可愛くなるのかな。うん、自分じゃ分かんないじゃん。男目みたいな色になる。そう、まあ、色はそうなんだけど。優しくなる。色はね。色はしょうがない。確かに、ミーとか一回やってみてもいい。あ、確かにミーとか。でも、梅原はシャレになんねえよ、マジで。あいつはダメ、酒飲んだら。梅原乗ってたら、本当やばい。あれは配信はダメよ、絶対。うん、マジで終わる。そう、マジ無理。だから俺、梅原飲んでるから配信やめたもん、あそこで。だよね、そう。無理だから。さすがにね。あれはもうあそこまで変わるやつ珍しいよね。ね、もうあれは俺ら全然違うな、あれ。守んなきゃダメだから、うん、確かにね。梅原がなんか起こしたらこれ業界がやばいから。そう、俺らの食いぶちがなくなるから。お前らはそうだよな。レイドなくなるだけで大変だもんな。もう大変だよ、大変だよ。なんかドグラの結婚式ってなんか切り取られてたけどそんなやばかったっけ。ドグラの結婚式もやばかったんじゃなかった。あ、やばかったけど俺近かったからやばかったけど、なんかそんな映ってたんだと思って。あ、うん、そうだね。でも確かになんか開幕酔ってないって言うから挨拶やばかったよね。そう。そんな挨拶あるみたいな。基本だからやばいからあいつね。そうだよね。あれがおもろいんだけどね、あいつの。あの時もベロベロだったかな。いや、おもろいんだよ。だ今回もね、ケイさん名古屋来た時に飲んだんだけど、うん、おもろかったんだけど、でも、うん、もう一切ね、配信使えないんでね、おもろいんだけど。ね、もう、どの瞬間を切り抜いても使えないね。そうそう。ニコニコ時代だったらギリギリだったよね。まだニコニコの時代だったら。いや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 。ニコニコでもダメ。拡散する、拡散する。まあ、確かにそうだね。で、あれが、うん、中身が梅原じゃなかったら、ただ面白い人だけど、梅原がやっちゃうからってことだよね。そうそうそう、やばい、そう、コンプラが。そう、コメントも書いてある。足立区全開で来るからね。そのああ足立区全開だね、あれで。みんなでね、文化を守るってことですね。そうです。そう、梅原に飲まして配信してないあいつ、たまにはね、感謝した方がいい、俺らに、あいつは。どんだけ俺らが守った壁になってるか。あいつがありがとうって言ったら聞いたことないから、たまにあるんだけど、あいつ。マジありがとうって言うのあいつ。たまにあるよ。普通にありがとうってもう言うけど。うん、でもまあ、基本的には何かあってもホイっていうラインしか来ないから。あ、ホイは来る、うん、ホイホイ。なんか頼んできてさ、うん、あ、全然いいよって言ったらホイで終わりだから。そう、あ、いいよとかじゃなくて、なんかね、なんかこれさできるって言ったら、これってそうなのって、うん、そうだね、ホイって終わる。だからなんか許可をちゃんと得たのか分かんないんだよ。あとなんかこないだ俺があの僕と、うん、あの梅原と出たじゃん、うん、その時に俺があの大会出ないって言われたじゃん、俺と梅原に。ああ、うん、で、あ、全然いいよみたいな、まあ、配信してて確かコックと俺、うん、ガス君ファイトクラブかなんかで、うん、で、いいよって送ったらこいつ、いいよの一言だけだけどもっと嬉しいだろうとかで、もっと長文で返せよみたいに言ってたっぽくて。あ、そう。お前言ってもホイとかでしか返さない。ホイなのに。いいよ絵文字みたいな感じで送ったら、いいよって本当はもっと嬉しいくせでよとか言って、その動画がどういうことと思って。何人にはそんなに請求すんだよ。人にはホイしか言わない。そう、人にはホイしか言わないくせに。あいつツンデレだからあいつ。これな、初めとさ対談した時に、うん、あの人抜きさん言い返した方がいいですよみたいなこと初めに言われて、でも俺はでもなんか梅原が俺のこといっぱい言うじゃん、でも別にそれが面白かったらネタにもなるし、それ俺と梅原の関係性もみんな知ってるからおもろきゃいいんだけど、でもあの人の影響力で抜きさんちょっと変に思われてますよ。時より心配されるっていうね。言い返した方がいいのか、でも言い返す場がねえんだっていう、ね。確かに。ねえんだよ、あいつの影響力考えて。あ、思ってますよ、言ってるもん、ほら。影響力ある、やっぱり。梅原の影響力、やばいよ。俺も散々会食会食言われて、もうそれは広まっちゃったからな。そう、俺もっすよ。ビジネス言われて。
何それ会食って何それ。いやだから最初ミルダムやり始めた頃、あの運営の人と仲良くて、うん、あのちょっとなんか打ち合わせとかしてたら、あーケースケ会食らしいよとか言って配信で言われてでもう俺が それで運営ともうズブズブみたいなこと言われてそうそうそうずーっとそれ言われ続けた。会食が出てるんだ。いやそうただ飯食いに行くのただ全部会食っていう。だからそうなるほどね。いや悪いことしてるみたいな。俺なんか謝罪豚ですよ。謝罪豚って言われたの謝罪豚が広まりましたから俺もそう全部ビジネス。謝罪豚。俺がなんか LINE したら、あまたビジネスっつって声かけたら全部ビジネスお金好きだねって言われたからスッとハマってくんだよな。そう、まあ、しょうがないね、まあ、あいつが営業力あるから。でもまあいいんだよ別に全然。俺でもあいつ感謝しろマジで梅原、俺らに感謝しろ、守ってんだから俺らがちゃんと。俺らってかお前だろ。いやだから全員でしょ、全員が守ってるちゃんと言わねえもん絶対あいつが何か言っても。まあでも確かに、でも梅原のことだけはすげえ考えてるわ。基本的にめちゃくちゃ考えるんだけど、うん、梅原は特に考える。これ言ったらまずい。だから気遣いがみんなできるよね。なんか変なこと言ったらね、梅原炎上させたらまずいしね。なのにめちゃくちゃ梅原に俺言われるんだよ。そう、俺も言われるから、ね、俺も言われる。全員言われる。ビーズさんも言われてるから。全員言われるから。一方的だから。俺でさ、あいつさ、俺らがパワハラどうこう言ってくるじゃん。おめえが一番だから、お前、自覚、あれが自覚しねえのがマジですげえだと思うんだよ。あいつ繊細だマジで。あ、自覚してたよ。自覚してたけど、いや俺はいいだろって言ったからです。なんかパワハラ甲子園みたいので大抜き孫とか言ってて、まあ俺もギリ入っちゃうかなとか、いやギリじゃねえから。入っとるわ。あのお前がと一番上に行ってその後に言われるならわかるよ。俺とかが入ってるみたいな。いや俺もまあ入っちゃうかなとかいうの見てめっちゃ笑ったわ。自覚してねえのかこいつと。あいつも十分不遜だからな、あいつな。不遜どころ詐欺じゃねえよ。抜きさんと一緒だよね。俺はさ、20代前半まで不遜だったと自分でも思ってるけど、やっぱ人間成長するじゃん。そうだな。まだ俺、やっぱ梅原って、あの情熱があって格言俺とやった頃って、俺のなんかその、尖ってた時期っていうか、そういう時期だったから、その印象がまだ今42歳になっても残ってんだよね。ああだろうね、その時の印象で来るんだよね。ああまだで、あいつはそもそもまだ42で不損だからね。そうあいつはそのまま来てるから俺も一緒だと思われてるの。成長しろそうあいつは本当そうなのよ。でもあれじゃない、やっぱ配信で人気っていうのもやっぱ力あるから。そうだね、うん、だこれでもしあのドグラとかコクとかが視聴者数とかむちゃくちゃ伸びて、はい、ってなったら多分ね立場もいろいろ変わってくると思うんだよね。いや変わんないっしょ別に我々は。変わらんと思うよ。変わらんと思うけど。変わんないでほしいのもあるけど、うん、梅原が遠慮してるのとかみんなも嫌だよね。確かにね。いや梅原が、じゃあ俺がさ視聴率めちゃくちゃ上がったらさ、梅原がさ、この日とか空いてたりするとか。やだでもやだ梅原も その辺気使ってるらしいよ。だからコクとかその辺はもう忙しいからなんかちょっと声かけにくいって言ってたよ。ちょっと忙しくないんだけど全部空いてんだけど俺。何言ってんの。なんかもう配信とかで忙しそうだから声かけにくいんだよね。いや その配信の誘いだろどうせあいつやるよ全然やるだろ。えケースさんもじゃあそう言って言われたの。いや俺は全然お前さん暇だろって言ってあケースさんは暇だから全然誘ってくれるんだ。いや誘ってくんないけど。あ誘ってくんないんだ。そう、うん、お前暇なくせにあの全然来ないよなとか言って誘われた覚えねえんだけどあ雑談するときコクとか呼びにくいからゴンタ呼んでる。え呼んでよ、